新日本婦人の会。安倍元首相一周忌の日に、現場近くへ献花台を設置するな。市役所へ要望書を提出、に疑問の声。内容はこちら。新日本婦人の会の非人道的な愚行に疑問の声が起きているようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。要望書を提出したのは、新日本婦人の会の奈良県本部など、県内の11の市民団体で、6日、それぞれの団体の代表ら9人が奈良市役所を訪れ、建設部の田上智弘部長に要望書を渡しました。要望書は、安倍元総理大臣が銃撃された奈良市の現場付近に献花台が設置されることに関するもので、献花台が設置されると、トラブルや交通渋滞の元になるとして、自民党奈良県連の有志などで作る団体から申請されていた道路使用の許可を取り消すよう中川市長に求めています。新日本婦人の会奈良県本部の小畑久代事務局長は、要望書を提出した後、献花台が設置されて1年前の事件を思い出す方も多くいるはずで、フラッシュバックの症状に悩む人などが出ないか心配していると話していました。こんなの、人間のやることとは思えない。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。たった一日献花台が置かれることも許さないって、一体どんな偏見な人たちなんですかね。ほんとこいつら何人なんだ。献花台に反対する意味が全くわからんのだが。たった一日二日我慢できないの？むしろ設置しろ、の声の方が大きいのでは？嫌なら喧嘩しなければよいだけやろ。わざわざ何なんだ？マジでクソ吉。すごいよね。まるで人の心を持っていない。そしてそれを恥も外聞もなくさらけ出す。人にあらずだな。個人を忍ぶことさえも妨害する、人の皮をかぶった悪魔だとしか言いようがありません。次はこちら。どこの左翼団体かと思ったら、日本婦人の会か、かっこ笑い。若い子がいないね。それが答えだ。新日本婦人の会奈良県本部の小畑久代事務局長が、要望書を手渡した、と NHK が報道。新日本婦人の会は、日本共産党の団体である。共産党って、本当にクズなんだな。日本人に嫌われることしかしない日本共産党。小切雄は詭弁にもならない政治活動であり、安倍元首相献花台設置の妨害行為。いや、みんな知ってるよね。赤い婦人会の正体。赤が赤い服を着るのね。日本共産党の存在。日本にとって害悪そのものですよ。次はこちら。苦情を言うのはあんたたちぐらいです。選挙演説中のテロ被害者の追悼に反対って、つまりは民主主義に反対するってこと？公安監視対象日本共産党の関連団体、新日本婦人の会の方々ですね。やっぱりあっち系か。当選のように人の心を持ち合わせてないんだな。人手なしの集団。こんなクソ団体が奈良には11個もあんのか？奈良ってクソだな。新日本婦人の会。まるで悪の組織ですよ。最後はこちら。そんなところだろうとみんな思ってたよね。大体メディアが取り上げるのは左側だけ。たとえ十数人しかいなくても反対デモが、と持ち上げる。右側だと何百人集まろうが、何キロの列ができようが、沈黙するんだもの。なぜ NHK は、国民に受信料を支払わせておいて、国民の民意であるかのように、共産系の意見ばかり取り上げて報道するのか。たった数人でも左翼だと報道し、数百人集まる NHK デモは一切報道しないメディア。ただただ異常ですよ。結論。ウィキペディアで新日本婦人の会を調べると、略称新婦人。全国に支部を置く極左女性団体。1966年の日本共産党と中国共産党の対立の余波後は、日本共産党系の女性団体となったと記載されています。要するに、新日本婦人の会は日本共産党の団体だということ。
日本のために身を粉にして戦ってくださった安倍元首相の一周忌を妨害しようとする人の心を持たない新日本婦人の会を絶対に許してはなりません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。